まああんただったらどんくらい待とうが別に。それ反則だって。スリーって何？視線じゃなくてさ、手ちょうだい。マジパネ、破壊力ありすぎだろそれ。そうやってとぼけちゃって、どんだけ俺を誘惑するつもり？しっかり取り入れてんね。二つのものをうるさくなんないように組み合わせられてるし、さすが。フリマの醍醐味は掘り出し物を見っけた時の快感。よし、散策開始。こっちこっち、なんも隠してねえよ。あ、これいいじゃん、小物のセット。んじゃこれは俺からのプレゼント。お姉さん、これお願い。こっちこっち。ねえ、今何考えてんの？時間マジだね。また誘うから、そん時はもうちょい長く一緒にいてよ。何？今繋いだら話さねえよ。なあ、時間まだ平気だったらさ、もうちょい付き合って。あんたに独占されるのってなんかいい。行こう。前にさ、恋愛がどうとかって話したじゃん。本気で最後まで付き合うって決めたのは俺だし、逃げんなっていう俺の願いをあんたは聞き届けてくれてるっぽいけど、なんかさ、疲れちゃった。てか、手応えみたいなのがなくて不安っていうか。だからもうエンディング迎えちゃってもいいんじゃねって思ってみたり。そう、エンディング。目の前で他のやつにかっさらわれるくらいならここで。聞いて、俺あんたのこと あのさ、それって俺しか見えてねえとかそういう意味？いや、騙されねえし。あんたはいつもさ、俺、あんたのそういう思わせぶりなとこ、嫌いって言えたら楽になれんのに。ああ、もう！帰ろ帰ろ！エンディングはなし！なんでこんなことばっか。俺、神様にまでいじられてる？やだやだ。何？話したくねえし。どういたしまして。じゃあね。